はようございます。いよいよ大会4日前になりました。今朝の体重は78キロ、最小値出ました。いやー、やっぱ減ると嬉しいですね。だいぶむくみも取れて、まあ、一番は日焼けですかね。日焼けによるむくみも取れてきたんじゃないでしょうか。皮膚も薄くなってる感じがします。今日はトレーニングせずに、少し体を休めて明日ラストのトレーニングに備えて、今日もですねしっかりとカロリーのコントロールしていきたいと思います。はい、大会4日前の朝食です。いただきます。はい、大会4日前の減量食です。最近ですねまた腸の張りを感じるので、食物繊維の多いかぼちゃは入れておりません。じゃがいもと胸肉とお味噌汁。ではいただきます。いただきます。今日はキムチ鍋です。減量も残り2日、下まで食事制限になります。明後日からはですねカーブアップといって炭水化物をですね入れる作業になります。こんにゃく麺です、味が染みて美味しい。